るのは白い方なんですけど、なんか横にこうそっぽ向いてるスーツの自分がいて、でスーツの自分がこうフレームアウトしていくとかで、別の人の白い布のシーンに映っていって、でどっかでこう合流して、ここでまたこの付箋、それでもまた伝えてくれみたいな、そういうところから逆にもスーツだけ映ってしまって、サビは僕がスーツで一人で踊ってる。山々が綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。今日ここは山梨に向かっている途中のサービスエリアです。団子坂団子坂団子坂なんて言うんだろうね。レッドって知ってた？いや、僕はあんま変わんない。入れたけど、夏だったら絶対無理、虫いそうで、いや、マジで嫌だ。なんか降ってきそうじゃない？うん、すごい嫌だ。うわ、もうローファーもロングコートも全部ミス全部ミス、こうなると思ってなかった。全然大丈夫だね。いい感じじゃない？重いから。寒すぎる寒すぎるもうちょっとなんかほどと、ま、そのキシリってあってそのカラーとしてやってるようにもう一応ここはでもあそこで撮れるようにが出てわかります。どうですか新しい。はい、ロケハンが終わって鍋を食べに来ました。いや今回はまあいつもそうですけど、より身近な大人に手伝ってもらってますから。そうだね、自分たち時期をねバンバン言いやすいというかね。そうちょっとねバイラから僕らの感じが変わって、よりね自分たちで考えてどういうコンセプトでいくかっていうのも話し合って、で、そう、どんな人に撮影してもらうのがいいかっていうのも話し合って、うん、やっぱりダンスの MV 撮るならダンス分かる人じゃないと嫌なっていうことで今回お願いした方がいまして、うん、今日もロケハン行ってきたんですけど、なんか言う一言一言がさ結構ダンサー目線で言ってくれてたからさ、確かにすごい良かった。やっぱねロケハンすると想像つくし、あ、これ可能だな、これできないなとか、もっと違う絵が出てくるから、そこから絵コンテ上がってきて、よりイメージが膨らむと、うん、まあ、今回3人でいたから、残りの3人もね、もっともっとイメージ膨らませてくれるといういや、楽しみ、撮影楽しみだね、うん、なんか毎回さ、MV の撮影がワクワクするし、反対も早くバイラなんか、自分たちで、まあ、バイラもそうやけどさ、自分たちで考えるとよりワクワクするよ。なんか次こういうカットを、あ、ここの部屋で自分が歌うってことはこういう心情なんやなっていうのが分かりやすい、うん、そのシーンごとのこだわりとかね撮るときにね。いやもうね、これもし、え、これ上がっ MV 上がった後にだとしたら、もういろいろ感じ取ってほしい。うん、うん、ほんまにいろいろ感じ取ってほしい。今回これはね、この中身というか、映像はもちろんなんですけど、作品を通して伝えたいこととか、メッセージとか、まあなんか単純なところもありますけど、結構いろんな撮り方によっては2つ3つとか、いろんな面が見えてくると思うんで、そういうのをね、受け取ってもらえたり、伝えれるような作品をね、今回作ればなと思ってるので、それをね、見てもらって、まあこれが後か先かわかんないけど、後だったらまあこれを聞いてたくさん見直してもらったりとか、自分なりのね感想とか想像をね持ってもらいたいな、
今回の作品で僕たちじゃだけじゃやっぱ成り立たないんでね、そこにも感謝しながら頑張っていきたいなと思っております。一旦ハイボールおかわりっすね。